監督の経緯としましてですね、我々が3年間、地域に根ざすというところで、勝利のために惜しまずに戦い続ける、戦う、走る、結果はどうなるか分かんないというところはありますけど、たくましくサッカーをやるというところでチームを作ってきました。ただ人が変わることによってこれがなかなか、うまくいかなかった現実があります。特に、去年今年というのがなかなかうまくいかなかったです。そういうことを踏まえてもう一度原点を見るというところで、チームをしっかり作ってくれる、地域に愛されるクラブ並びにチームでありたいということを考えると、きちっと戦うことが、できる監督というところで市場を広げた中で、田坂監督を選びましたが大きな一つです。二つ目はですね、監督経験があるということ。大分を、J1 に昇格したとき、昇格されたときが一番若いときだったと思いますけど、大分を経験される、財政が厳しい大分の監督をされる、J1 で裕福な清水エスパルスの監督をされる、 J3 の福島を経験される、苦しい栃木を残されるとか、いろんな、タイプの違うクラブで監督の経験があるんですね。であれば我々のクラブのいいところを、見てもらう、足りないところは当然ありますけど、いいところを見てもらってチームを作ってもらえる、イコールクラブの成長になるということを考えた、この2点を考えまして、監督を選びました。皆さんこんにちは、田坂と言います。先ほど小林さんの方から話がありましたが、まあ、本当今回、このようなご縁をいただいてですね、このギラバンズ北九州の監督に就任できたことをとても嬉しく思いますし、非常に、今日もびっくりしてるんですけど、こんなにたくさんの人が注目してくれるっていうことは本当に身を引き締まる思いですが、非常にやりがいを感じております。まあ、本当に私の経緯でいうと、 J リーグができて選手を約10年ぐらいやった後にすぐ指導者をやって、そのままずっと昨年までコーチであったりとか監督であったりということで J リーグに携わってきましたけど、今年1年少し休もうと思っていろんな角度からサッカーとか、また監督に必要なスキルですね、まあ、メンタル的なこととか組織論とか、まあ、そういうところをちょっと学んだ中で、またこういう機会をいただけたっていうのは、先ほど言いましたようにすごくやりがいがあると同時にですね、また新たな挑戦ができるなっていうところで、今回このギラマンズ北九州の監督を引き受けさせてもらいました。まあ、もともと対戦相手で、やってる時から、まあ北九州っていうチームは非常に攻撃的なサッカーをするなっていうところはありました。まあ、そういう中でも、まあ、私はどこのチームでもとりあえず切り替えの速さっていうのを求めてますんで、まあ、今のワールドカップ見てもそうですけど、まあ、そういう攻守において早く、またギラマンズの特徴である攻撃やサッカーを継承しつつ、また新たなスタイルを築いていきたいなというふうに思ってます。まあ、そういう中でもちろんサッカーを通じてですね、これは地域貢献をしなきゃいけなかったら、まあ、J リーグの理念と相反しますので、まあ、そういう意味でもまた新たな挑戦として やはりよりね、今まで以上に地域の皆さんに愛される、またスポンサー、サポーターが喜んでくれるサッカー、もちろん勝敗なんで勝つ負けっていうのは分からないですけど、けど見ていてやっぱり、楽しかったとか感動したというようなやっぱプレーを出したいですし、あとはやはり、ここで、一緒に仕事をするのも縁ですし、まあ、皆さんメディアもそうですけど、チームなんで、まあ、みんながね成長できるように、そういうためにも選手を今まではどちらかというと言ってやらせるっていう感じでしたけど、選手も自主的に自分たちが行動できて、サッカーをやめた後も一人の人間としてやっぱ北九州に来てよかったと、人間的に成長したと言われるような人材を作っていくことも私は考えたいと思いますので、まあ、そういう意味で、本質のところと、あとサッカーのところをダブルゴールを目指しながら、
やっていきたいなと思います。もちろんサッカーのところは、今 J3 なんで J2 昇格を目指して、チームの一丸となって、頑張っていきたいと思います。まあ、そういうところで、冒頭にも話したように私としても新たなチャレンジですし非常にやりがいのある仕事なんでなんとかチーム一丸となってですね、結果を出せるように頑張りたいと思います。まあ、まず明確な目標は昇格することです。うん、その中で、シーズン中の試合っていうのはトータルで5試合ぐらいしか見させてもらってないんですけど、得点シーンと失点シーンは就任して決まってから全部見ました。でその中でやはり、ストロングポイントもあるんですけどウィークのところでちょっと守備のもろさがあったんでその中でも内訳を言えばやはりクロスからの失点とリスタートの失点が非常に多いなと。まあ、それに至るまでの守備の構築っていうところをもう少ししっかりすればよりいい攻撃っていうのも展開されてくると思うんで、まあ、そういう意味でバランスの取れたサッカーっていうのも作っていきたいなっていうところです。大分時代から練習試合も含めてリーグ戦でもよく戦っている中でやはり九州ダービーで非常にサポーターが熱いなっていうところだったりとか、スタジアムが新しくなってですね非常にいい雰囲気の中でやはりサポーターが応援してるし、アウェーで来たチームでもやっぱり士気が上がるというかものすごいテンションが上がるスタジアムで、それなおかつサポーターがたくさん音とかね鳴らしてくれてるっていう時は非常に心強いサポーターなだなっていうイメージはあります。あとは街としてはなかなかね小倉を街を降りることはなかったですけど、就任してちょっとクラブハウス見たりとか練習場見たりとか街の雰囲気見てもやはり規模がでかいなという印象は受けてますので、そういう意味でも非常に、未来があるっていうんですかね、チームとしても上に上がればもっと大きくなるクラブじゃないかなっていうのは感じております。私も数々の選手と、チームと引きながら、そのチームの色はあると思うんですけど先ほど言ったようにこのギラマツ北九州のサッカーで昇格するためにはやはりチームに貢献するような選手っていうのをより多く育てなきゃいけないですしその中でも今回ワールドカップあったように個の特性っていうのはそれぞれあると思うんですよね。それを最大限ゲームで活かせるようなことは選手に言いたいと思います。あまりにも組織のことばっかりやって自分の個を失うんじゃなくて逆に個のばっかり出してチームの組織的なことを失うんじゃなくて、その2つのバランスを選手には求めたいですし、そういうチームっていうのは必ずいい結果が出ると。でその中でやっぱり選手がですね自主的にさっきも言ったように自主的に主体的に動けるっていうのはこれからの時代ですし、今回日本代表がやったのを別に真似するわけじゃないですけど今年ちょうど私そのことを学んでボトムアップ的に選手がいろんなことを意見を言いながらそれをまとめるのがトップだって、その資格を私取ったんですけどトップボトムアップっていう思考なんですけど、選手が主体的にで指導者と一緒に、寄り添いながら考えてそれをまとめてみんなで行動するというところをぜひ、このチームで、やって結果が出せるようにしていきたいなと思います。自分が大分の時監督就任したのは37歳の時だったんですけど、これは僕もそれでサッカーをやりながら育ってきた中で、サッカー選手である前にまず一人の人間であるというところはあったしサッカー選手である前、もうこれはプロなんで一社会人であるっていうことは変わらないです。これはカテゴリーは関係なしにサッカーを仕事にして生計を立てているわけですからやはりそのサッカーへの思いっていうところで一人の人間として、真っ当なところっていうのはこれはカテゴリーは関係ないです。その中でもやっぱり、先ほど言った地域柄とかチームの仲間とかで多少違うことはあるかもしれないんですけど、そういうところで人間性っていうところはやはり追求していきたいしなぜこの北九州に入ったのか入団したのかなぜここでプレーするのかっていうところも選手にいろいろ話をしてですねだからこそこういうプレーをしてチームに貢献しなきゃいけないだからこそこういうプレーで自分をレベルアップさせなきゃいけないっていうところは話したいしこれもカテゴリーはそんな関係ないなというふうに思ってます。今
J リーグのチームはどこのチームも育成をしなければいけないと思ってますし、先ほど言ったようにそういう選手だけではなくてですね、スタッフも含め、アカデミースタッフも含め、そういうところで、まあ、トップが模範となるような行動をすれば、アカデミーのスタッフであったりとか、子どもたちっていうのはトップの選手を見ますし、だからこそチーム全体でやっぱり育成をしなきゃいけないなと。それが先ほど言ったようにトップダウンじゃ多分いかないと思うんですよ。でその辺もボトムアップ的にみんなでいろんなことを話し合いながら、それを最後まとめて作り上げていくっていうのがクラブですし、チームですし、組織なんで、まあ、そういうところでですね、育成っていう部分でもいろんなやり方がある中でギラバンツのカラーっていうのを出しながらやっていきたいなというふうに思ってます。まあ、若さはゆえに本当にアグレッシブに戦えるとか、勢いがつくとか、伸びしろがあるとかっていうところは非常に楽しみでありますし、逆に若さゆえに先ほど言ったなかなか自分を出せないっていうのが今の子供でもありますし、なかなかその組織的にできないっていうのも現代の子供もあるし、逆にそれを納得させるために今は数字で走行距離とか、まあ、その回数とかっていうところであれば選手が納得したりとか、先ほど言ったように個人あなたはこういう特性を持ってるからっていう話をしてあげればぐんと乗ってくるっていうのは若手でもありますよね。どちらかというとベテランの方が考え方がより固まってるってところもあるんで、ベテランが悪いってわけじゃないんですけど、まあ、そういうところもあったりっていうところをうまくバランスを取りながら、いいところメリットのところをしっかり伸ばせるように、っていうところでは自分が考えております。いや、試合見る限りでは変わってますね。やはりレベルが高くなっているということと、まあ、これはサッカーのトレンドでもあるんですけど、サッカー自体がやっぱどこも速くなってきているっていう、まあ、今シーズンですね、昇格したいわきとかは、まあ、それで昇格しましたし、まあ、そういう意味では J3 のサッカーもやはりスピーディーに、攻守においてスピーディーなところっていうのは追求されるのかなっていうところの印象はあります。まあ、どっかを指導したわけじゃないんですけど、まあ、アドバイザーとして母校の東海大学 を見たりとか、神奈川県リーグでハヤブサイレブンっていうチームがあるんですけど、そこのアドバイザーをやったりして、まあ、運よく2チームとも大学生、東海大学は関東2部から1部に昇格しましたし、ハヤブサイレブンは神奈川県リーグから関東リーグに昇格しました。でそういう中で、まあ、そこで監督さんはいるんですけど、そこに、まあ、私の経験と、まあ、先ほど言ったそういう考え方っていうところを少しアドバイスしながらチーム作りっていうのを、まあ今後自分がプロになった時のシミュレーションじゃないですけど、そういう意味でちょっと今年は勉強したりとか、あとは、まあ、スキル的なことを言ったらさっき言いました、畑清美さんがやってるボトムアップ理論のエキスパートの資格を日本で12人しかいないんですけど取ったりとか、まあ、個人の特性が分かるレポートがあるんですけど、まあ、それちょっと営業があってあんまり言わないんですけど、まあ、そういうところの資格を取ったりとかっていう意味で今までできなかったことを自分の1年の中で学んで、まあ、これは監督業また組織作りに、使えるようなっていうところで1年間まあ、有意義じゃないかどうか分かんないですけど使わさせてもらいました。はい、初め聞いたとき、と思ったんですけど、まあ小林慎二さんとは非常に仲良くさせてもらってましてね、僕がセレッソのアカデミーをやってるときに、慎二さんが途中からセレッソの監督をやられて、僕はアカデミーからトップのコーチに昇格した以来の中で、シーズン中でもよく電話で話をさせてもらうことがありましたし、まあ、そういう意味では非常に仲のいいお兄さんっていうか、優秀で、判定は待っている時に、また何かの話かなと思ったら、まあ、やってくんないっていうところを聞いて、と最初は思ったんですけど、まあ、その、前監督が1年目だったんで、まあ、もちろん成績は別にしても、まだあるんだろうなっていう感じでは見てましたし、まあ、そういうところで、と思ったんですけど、まあ、いろいろ話を聞いたりとか、先ほど言ったクラブのポテンシャルとか、地域柄とかって言っても、だんだん話を聞いてくると面白いなっていうふうに感じてですね、まあ、そういう経緯で、まあ、引き受けたんですけど、まあ、本当にそこから決めてからは審査にお願いしますというところで、まあ、今日までいろんな準備ももう進んでますし、
まあ、そういうところでは今言ったように、皆さんも、ね、こうやって注目されてるっていうのは身の引き締まる思いでありながら非常にワクワクしてます。本当にやりがいがあるなというところと、重複しますけど1年間しっかり休養っていうかですね、自分の中で学べたんで、もう一回、現場でプレッシャーの中またスリリングな戦いができるっていうところでもワクワクしています。